さあやってまいりました代々木第一体育館2日目でございます。すごいでしょ皆さん、ファンの方盛り上がってますよね。いいですね、ブーデーがやってまいりましたよ。今日も大いに盛り上がっていきたいと思います。こんにちは。どちらがさっきトリプルAのファンに、娘さんがトリプルAのファンで、お母さんは初めて今日ライブ、はい、子供から話を聞いてたので、はい、いい曲だなと思って、お楽しみにしてます。お二人は、5番のメイン最初に好きで聞き始めて連れてきたらハマった。トリプルAのその魅力ってどうですか？みんな7人応援したくなる、見てるとパフォーマンス見てると元気になる。お二人は親子です。最初に一緒にライブ行って、ファンになって、そうです。いろんなグッズ、なんか買うの決めてますか？タオルはもう絶対買います。回す曲があるかもしれない。まあ、結構定番で歌ってくれますからね、今日もあるかもしれない。今日ライブで期待するとことか何かありますか？ボールが欲しいです。ボール欲しい？ボールが欲しいとはどういうことなのか、ライブにぜひ来ていただきたいと思います。さあ皆さん、今こちらトリエパーティー、そうです、ファンクラブブースに来ております。なぜここにいるかと申しますと、私がやってる、そうドリームシンフォニー、こちらで受付やっておりまーす。イエーイ。ドリームシンフォニーはグッズ売り場のすぐ横、この青いテントのところで受付をしております。今日ドリームシンフォニー願いを叶えてくれるのはリーダー浦田直哉でございます。さあリーダーに皆さんどんな願い事をお願いするんでしょうか？そしてリーダー何を叶えてくれるんでしょうか？全部終了、ここのピッてしていただいて、ばっかりだな。ありがとうございます。さあ浦田君にですね、願いを叶えてほしい方がこんなにたくさんあります。弾いてみましょう。ドラムロール、ブルルババン。おー、座席番号アリーナ57列、あこの辺や、20番。いない？いない？え？黒田さん。ああ黒田さん？ああ黒田さん？もう立ってください黒田さん。黒田ルミちゃん。ああおめでとう。なんそっちにいんの？黒田ルミちゃんおめでとう。黒田ルミちゃんの叶えてほしいこと、来週から水泳の授業が始まります。私は平泳ぎが苦手です。どうやって泳いだらかっこよく上手に泳げるようになりますか、教えてください、というかわいいお願い。おめでとうございます。ありがとうございます。おめでとうございます。これ当選してこの名前呼ばれた時どうでしたか？ものすごいびっくりしました。自分が選ばれるとは思ってませんでした。泳げる、泳げるの？泳げるけど、ちょっと苦手で。そっか、苦手やからちょっとかっこよく泳げるようになりたい。上手って言われたい。あ、いいです。あ、そういう、浦田君、みんなに上手って言われたいらしいですからね。浦田さん、かっこよく泳げる方法教えてください。お願いします。かわいい。お願いします。本当ありがとうございました。おめでとう。ライブお疲れ様でした。ありがとうございました。代々木2日目すごかったですね。すごかったですね。すごかったです。なお客さんのテンションもそうですけど、皆さんのテンションもすごい上がってたじゃないですか。なに、自分でどうしたのこのまま。ブーデーショックになるところ。ブーデーショック。ブーデーショック。ブーデーラウンドで進むし。
か。サビに一番これブーデーショックか。ブーデーショック。ちょっといじめてみようかなと。ああ、ちょっとピンクになっちゃった。ちょっとね。ちょっとピンクになっちゃった。じゃあリーダーこっちにお願いします。さあ、今日の、お願いは、はい、黒田ルミちゃん10歳。簡単に言いますね。僕も平泳ぎができません。リーダーも泳げない。絶対海すごい泳げるじゃん。意外と僕泳げないんです。カラスチ、スイスで泳げそうやけど泳げないんですよ全然。そう、でもなんで泳げないかっていうと、ちゃんと小さい頃にスイミングスクールにお母さんが入れてくれたんだけど、途中で嫌になってやめてしまったんですよ。大人になってそうやって泳げればよかったなって思うこといっぱいあるから、小さいうちに、まだ10歳だから小さいうちにいっぱい練習したり楽しんでやったら泳げるようになるから、大人になってね泳げたら楽しいから、その方がいいと思います。練習次第。諦めるな。諦めないで。あ、そうか。諦めたらこうなっちゃいますから。でみんなにこうやって言われちゃうんだもん。でうちには自分にほら聞かなくてももっと泳ぎ得意な人いるんですよ。うちのメンバーの中で。誰よりも泳ぎが得意で、まあ平泳ぎ超えちゃうんですけど、バタフライ得意な方がいるんで。だから、ね、その動きを見てもらったらルミちゃんも私もああいうふうになりたいな。なるほど。思って練習してくれる。お前出てきましたね。おーすごいか。バタフライ。よーい、ムネミサコピッ、あたっけ、ここがリアル。はい、平泳ぎ、平泳ぎ、顔別に見たと思うね。見たと思うね。バタフライ、顔が頑張ればウロちゃんみたいになれるので、諦めないでね。諦めないで頑張って練習しよう。ルミちゃんのね、本当に夢はウノちゃんになることらしい。今ウノちゃんみたいじゃないですか。ウノちゃんになることらしい。頑張ったらいけよ。今の真似したいね。諦めないことと今の。今のやってもらえれば。エアでみんな練習してみてください、ルミちゃんね。ルミちゃん頑張ってね。ルミちゃんおめでとうございました。そして皆さんありがとうございました。今もどんどん応募してくださいね。ファンクラブ。いやそうですよね。うまいこと言いましたね。ファンクラブ入ってどうでしたか？最高。